こんにちは、服部幸男です。今日はですね、私がシウマイ弁当大好きなんですよ。それをね、ちょっと紹介したいと思いますね。皆さんもよくご存知でしょう、これ黄色いね。はい、横浜のですね、これ駅で売られたんですね。最初に崎陽軒さんっていうね、会社がですね、実はあの中華街で突き出しに出ていたシウマイ、いわゆるお客様が入ってこられるとね、2、3個つけてパッと出すんですね。最初にとそれをちょっとつまみながらお酒飲んだりするじゃないですか。そのためにね、これね、シウマイっていうのもなかなかいいじゃないかと、ね、これだんだん箱に詰めてこれだけうちで売り出そうよっていうふうに売ったのが最初です。それは昭和3年なんですね。それからですね、昭和29年頃にいよいよこれお弁当にしちゃおうということでね。そしてですね、嬉しいのはね、表意なんですよ、これね。こういうね、板をちゃんと使ってるんですね。ね、そしてね、これ水分を全部ね吸収するからね、お米がね、あのいわゆるしっとりしすぎちゃってダメになるってことないですね。ちゃんとね、こう美味しさを維持できるようにね、ちゃんとこの木のね、これできてる。そしてこの中にね、シューマイがね、2、4、5個入ってる。そしてご飯がこうやってね、ちゃんと並んでいて、こうやってちょっと乗っけるのね。ちょからしがありましてね、これをですね、こうやって乗っけちゃうんですよ。こうやって、さあシューマイね、6つ入ってる時にこれ5つなんだけどね。だけどもちろんね、これでね完結できるぐらいのちょうど量なんですよ。美味しいんだよこれね。そして鶏の唐揚げ、これがまたね、よく吟味されてて、これがまた美味しいんだわ。はい、かまぼこ、日の出たかまぼこですよこれ、ね、おめでたいよね。あんずがね、これね、ちょっとね、一口なんだけど入ってんだよね。たけのこなんですけどね、これに関してはね、ちょっとね、醤油と甘くね、ちょっとお砂糖が入ってるのかな。これもしこしこ美味しいんだよね。あとね、これがすごいんだわ、マグロのね、切り身が入ってる。なんでこれ入ってるのっていつも思ったわけだよ。最後食べるとき、ご飯と一緒にこれ最後食べられちゃうね。あとね、漬物がね、2種類入ってるのよ。昆布とね、生姜、ね、昆布ですけどね、これね、ほら、あー、これちょうどまたね、塩分の感じがいいね、醤油の感じがね、それと生姜、おさっぱりね。こんなね、コストパフォーマンスのいいね、お弁当ないっすよ。僕は、日本の中でいろんな駅弁売ってるんですけど、駅弁の中でもね、そう、10本の指の中の1つ、これそうですよ、10本。だからあと9あるってことよね。今度はどんどんそれね、これから紹介していきますよ。さあ、いただきましたけどね、皆さん ね僕その 10品以外ね、また何かあるんだったらね、ぜひ教えていただきたいということがありますんでね、皆さんのコメントをね待ってます。ぜひね送ってください。